今カーチさんが最初におっしゃったその選挙区を変えるっていう話ですね。これについてちょっと補足的にお話したいと思うんですけども、もう大勢の方ご存知のようにイギリスも小選挙区 でただ候補者は結構選挙区変わるんですね。それはチャーチにしてもサッチャーにしても生涯 何回も変わっているわけですね。私はこの変える基準と誰が変えるかということが非常に大きい鍵だと思うんですね。で非常に雑な言い方をするとですね、例えばそのサッチャーさんが非常に能力があったとするとですね、党首がサッチャーさんあんた能力あるからそんなにその選挙区に帰って毎週毎週金曜日になったら帰るのはもったいないと、ロンドンでちゃんと政策のことをやりなさいと。多分サッチャーさんはですね、いやいやそんなこと言ったら次の選挙で落ちる。そしたら党首はいやいや次の党首は一遍も選挙区変えらなくていいところから入れ出してやると、こうなるわけですよね。で逆においカドウ君お前は政策的能力ないからまあどんどん言ってもしょうがないと、お前にとって最大の党に対する貢献は強い相手を打ち負かして帰ってくることだと、そうなるわけですね。そうなるとみんなやっぱり大臣にもなりたいし、毎日選挙区で握手したりするのも大変ですから勉強するわけですよね。ですからその勉強する方向にインセンティブが働いてるんだと思います。日本の場合には実はこれと逆で、なるべく間を置かずに早く5回6回7回と当選した方が大臣に近いとなったらですね、政策どころではないと。ですから私はここが非常に大きい分かれ目だと思います。でただそこが日本の政党にとっては何よりも難しいところであるのも事実だと思うんですね。ところが実は非常全く無自覚的に選挙区を変えるということをやっちゃったのが小泉さんなんですね。ですからやれば意外にできたなと、あれをもっと自覚的にルールを作ってということではないかな。そのルールの作り方、基準の作り方というのが私がさっき申し上げた政治政党のガバナンスのやっぱり非常に大きい柱だと考えています。ありがとうございます。先ほどのカーチスさんから、プレゼンテーションもたびたび出てきたんですが、やはり制度変化の時代はやはり何らかの動いている時代に、新たな何かを求めて動いている時代、やはりリーダーシップというのが非常に重要ということで、まさにこちらにですね、自民党と民主党のリーダーと呼ばれている方がいらっしゃるので、リーダーシップ、今の時代のリーダーシップって、どういう役割を、どういうことをやらなくちゃいけなくて、例えば本当に政権交代がなければリーダーシップって生まれないのか、どういうような要素があればですね、本当に今の時代にそのリーダーシップっていうのが生まれて、どういうものが求められていくかということをお聞きしたいと思います。